どうも北山水泳でございます。はい、世界短水路選手権2022 3日目でございます。終了しました。本日も凄まじい記録出ました。そして日本勢がまたもや本日もメダルを獲得しました。早速見ていきましょう。こんな感じでございました。はい、まずは女子のハンバックでございます。女子のハンバック予選ですね。予選はこんな感じでございまして、惜しくも、予選敗退となってしまいました。もう少しでしたね。惜しかったです。はい、次は女子の1振り決勝でございます。こんな感じでした。エマ・マキーヨン選手が大会記録を更新しての優勝でございましたね。2位のホーヒー選手がかなり追い上げましたが、エマ・マキーヨン選手はかわしての優勝となりました。この2人が圧倒的に速かったね。50秒台出してますからね。速かった。まあちょっとね、結構この種目に関しても、日本人はちょっと戦えない種目になりつつありますね。ちょっと上位が強すぎます。50秒台は強いね。はい、次ですね。男子の1振りでございます。こんな感じでございます。チャルマース選手が、去年も多分優勝しましたよね。はい、今の世界記録保持者、チャルマース選手が、優勝でございました。早かったです。この記録も大会記録でございますね。はい、見てみますと、はい、第4位にポポビッチ選手がいますね。はい、この記録は世界ジュニア記録ではありますが、今回はメダルは獲得できずでございました。まあ彼はね、跳水が得意な選手とはいえね、淡水になるとここまで戦えないというね、跳水と淡水でここまでね、結果が変わってくるんだという。結構これは勉強になりますよね。早かったですね。はい。まあ昨日ポポビッチ選手ね、4振りの準決勝かな。4振りの準決勝でポポビッチ選手、3分58で泳ぐという、なんかめっちゃ流してました。めっちゃ流してました。はい。多分ここに温存したのかわからんけど、昨日の4振りはめっちゃ流してましたね。ちょっとびっくりしました。ポポビッチ選手でも流すんや、まあ流してたなっていう。はい。はい、次は、男子の50メートル背泳ぎ準決勝でございました。この種目は予選で川本武史選手と入江陵介選手が、準決勝に上がりましたが、残念ながら準決勝の結果、決勝には上がれずでございました。順位はこんな感じでございます。はい、次は女子2バタでございます。女子2バタ決勝でございますが、順位はこんな感じでございました。はい、日本人選手ね、2枚も決勝に残っていましたが、残念ながらメダルを獲得できずといった感じでございましたね。2分5秒ですかね。まあメダルを取ろうと思うと2分3秒になってくるんですよね。レベル高いですよね。はい、まあ跳水の方がおそらく戦える種目やとこの種目は思いますので、ぜひとも、来年ですね、世界水泳であったりその辺の跳水の大会でぜひとも両選手、この上位の選手たちを打ち倒してメダルを獲得してほしいですね。はい、にしても早かったです。おめでとうございます。はい、次、男子200メートルバタフライでございました。瀬戸選手が2位でした。はい、惜しくも第2位でございましたね。1位はシャドレクロス選手ですね。この選手30歳ですよね。30歳でバタ早いですね。はい、でもね、まあ、早かったんだけど、本田選手ね、本田選手の世界記録何秒か覚えてる？みんな。はい、46秒。はい、こっから2秒早いです。はい、なんで世界的に見てもやっぱりまあ、ミラークおらんとはいえ、まあ、淡水の本田選手のあのタイムは、バケモンというのが、ここで立証されましたよね。このタイムよりも余裕で速いんだから、本田選手。もし出てれば、確実に優勝したなっていうふうには思いますね。はい。にしても、メダル獲得です。おめでとうございます。はい、次、女子1ブレでございます。こんな感じでしたね。はい、女子選手は2枚残ってましたが、残念ながらメダル獲得ならずでございました。1分4秒ですね。はい、1位はリリー・キング選手です。はい、リリー・キングは淡水も跳水も強いね。どっちも優勝してくるね。やっぱ強いですね。はい、次は男子1ブレでございます。決勝でございますね。はい、この種目は日野本選手が残ってましたが、残念ながら第8位でございました。はい。まあ、こうやって結果を見てみますとですね、アダム・ピーティーが、多分現役復帰というか、まあ、休暇したんですけども、休暇して、復帰して、結構タイムを戻してた感じがありますよね。まあ、ピーティーはもともと跳水の方が得意なんで、淡水でもここまでタイム上げてきてるんで、跳水ではどこまで持ってるのか、結構これ楽しみですね。はい、次、1個目です。女子1個目でございます。大橋悠依選手が準決勝に残っておりましたが、残念ながら決勝進出ならずでございました。タイムこんな感じでございます。11位でございました。この種目もやっぱりね、まあスプリント種目ですから、
結構ね、世界のレベルは高いですね。早かったですね。はい、次は男子です。男子の1個目は、はい、松本選手がこの種目決勝に残れそうだったんですが、残念ながら惜しくも第9位でございました。惜しかったね。予選ではね、早かったんだよ。確か4番残りか5番残りだったんですけど、はい、準決勝では惜しくも、はい、決勝進出ならずでございましたね。いや、早かったんですよね。はい、次4振りです。男子4振りはこんな感じです。松本克央選手が惜しくも第4位でございました。いや、惜しかったんだよね。早かったんだけどね。惜しかったんだよ。もうちょっとだったんだよ、タイム的にはね。ただね、タイム的に言うと、あの松本克央選手は日本記録です。はい、日本記録を1秒ぐらい更新してるんで、タイム的にはめっちゃ早かったんですよ。めっちゃ早かったんですが、順位的にちょっともうちょっとやったねっていう、惜しかったですねって感じですね。まあ、にしても、めっちゃ早いですよね。はい。3分36秒です。はい。100も200も400も泳げる松本選手、早いですよね。いや、タイム的にはめっちゃ良かったんですよね。はい、惜しかったです。はい、次は女子の200メートルフリーリレーでございます。こんな感じでございました。いやー、決勝にはね残ったんですよ。予選はね、確か第6位で通過したんですが、残念ながら、順位落として第7位ですね。第7位でございました。やっぱね、アメリカが強いんだよ。はい、大会記録出してるしね。やっぱね、このフリーっていう種目は、あのアメリカ、オーストラリア、この2強がちょっと強すぎますよね。まあでもね、50×4 なんで、あの、泳力も大事やけど、引き継ぎがね、引き継ぎの上手さがかなり関わってくるんですよね。この200っていう、50×4 っていうのは。なんで、その分ね、引き継ぎの練習をすればするだけタイムは上がっていくし、あの、記録も出やすい種目ではあるので、海外との差をそこで埋めていくことができる種目ではあると僕は思ってますので、まあ、今後もっと上に行ける種目かなというふうには思います。はい、第7位が日本でございました。はい、次は、50×4 の、はい、フリーリレー男子でございます。ちょっと見てこれ、やばくない？もうちょっとやで、マジで。第4位でした。はい、もうちょっとでした。もうちょっとやし、1位との差もそんなないっていうね。まあ確かに 50×4 やから、ようよう考えたらでかいんだけど、この記録は俺すげえと思うよ。はい。この記録はちなみにアジア記録です。はい。アジア記録。一応予選の方でもアジア記録を更新してて、さらに、決勝の方でもアジア記録を更新しました。で、タイム見たらさ、俺やっぱさ、俺やっぱ日本人って引き継ぎ上手いんだなってめっちゃ思った。引き継ぎ上手いからこんだけタイム差がないんだなっていう。絶対単発のタイムで 50×4 したら確実負けるやん。けど、こう引き継ぎにするとタイムが結構縮まるっていうね。これ夢あるよね。これ夢ある。めっちゃ楽しい。すごいなってめっちゃ思った。見て楽しかった。はい。日本はだいぶ頑張りました。はい。もしオリンピックにこの種目があれば、日本はもっとやれるのになっていうすげえ気持ちがあります。はい。はい。今回は以上でございました。いやー、今日も楽しいレースが見れました。メダルも取れましたしね。そして、明日からもまたございます。日曜までこのレースあるんで、日曜までしっかりと速報流していけたら引こうと思います。はい。前回じゃないわ。次回もチェックしてください。今回以上でございました。明日。